平野耀と神宮寺雄太の飛べでの進路、世界進出への夢となプロデューサーへの道。2023年7月7日、ジャニーズ事務所の人気グループ、キングプリンスのメンバーである平野耀と神宮寺雄太が、滝沢秀明氏のエンターテイメント会社飛べへの合流を発表しました。このニュースは彼らの熱狂的なファンを大いに喜ばせました。 平野はソロアーキストとしての活動を中心に据え、世界進出を視野に入れています。一方、神宮寺は舞台俳優としての可能性が浮上しており、またプロデューサーとしての才能も期待されています。この記事では、彼らの進路について詳しく探求し、彼らの新たな挑戦に対する期待と興奮を伝えます。平野紫耀のソロアーキストとしての進路。 平野の仕様は、ジャニーズ事務所を退所し、飛べ、でのソロアーティストとしての活動をメインにしていくことを発表しました。彼は、ジャニーズ時代からダンスに重点を置いており、高い技術を持っていました。今後は、ヒックホップ系のダンスを中心にした音楽活動を展開していく予定です。小学生の頃からダンスを習い始め、 ジャニーズ JR 時代にはアメリカのヒッツホップダンサーからレッスンを受けるなど、常にアメリカでの活動に憧れを抱いてきました。平野は海外進出に強い意欲を持っており、特にアメリカでの成功を目指しています。かつてジャニー北川氏に連れられてラスベガスのショーを見学した経験があり、ジャニー氏の夢であるアメリカでの活躍を叶えたいという思いを共有していました。 飛べのサポートを受けつつ、自身で他の仕事を獲得し、ソロアーティストとしてのキャリアを築いていく予定です。平野の進路について一部のメディアでは中国進出の可能性も報じられていますが、レコード会社関係者はこれに疑問を呈しています。平野自身の最大の目標はアメリカであり、その夢を実現するために全力を注いでいくことでしょう。 神宮寺ゆうたの進路、舞台俳優となプロデューサー。一方、神宮寺ゆうたの進路も注目を集めています。彼は以前、海外進出については明言しなかったため、一時的に引退の噂が広まったこともありました。しかし、最近では彼の進路が徐々に明確になってきています。特に舞台俳優としての可能性が浮上しています。 神宮寺は2021年に舞台で主演を務め、その演技力が多くの人に高く評価されました。劇団星新幹線に所属し、舞台を中心に活躍する橋本淳さんなど、業界関係者からも神宮寺の演技力に注目する声が上がっています。橋本さんとはドラマ、受付の嬢で共演したことがきっかけで進行を深め、 橋本さんからの推薦によって神宮寺が舞台に出演する可能性も期待されています。また神宮寺にはプロデューサーとしての才能もあります。彼は視野が広く全体を俯瞰する能力を持っているため、キングプリンスのライブ演出なども手掛けていました。トベに所属するアーティストのコンサートの演出を担当することも期待されています。 平野紫耀と神宮寺勇太の新たな挑戦。平野紫耀と神宮寺勇太が飛べに合流し、それぞれの進路が明確になってきました。彼らの新たな挑戦には多くの期待と興奮が寄せられています。平野はソロアーキストとしての道を歩み、ヒックホップ系のダンスを中心にした音楽活動を展開します。 彼の強い海外志向とアメリカでの成功を叶えるための情熱は多くのファンに響いています。彼がアメリカで自分自身とジャニー北川氏の夢を実現する日を待ち望んでいます。一方、神宮寺は舞台俳優としての可能性を追求し、様々な舞台で彼の演技力を見せてくれることが期待されています。 また、プロデューサーとしての才能を生かし、新たなアーティストの育成やコンサートの演出にも携わることができるでしょう。平野と神宮寺はそれぞれの強みを生かし、新たな一歩を踏み出しました。彼らの成長と成功に対する期待は大きく、ファンは彼らが気がつきやトップ独走する日を心待ちにしています。平野耀と神宮寺裕太が、 とべ、への合流を発表し、彼らの進路が明らかになりました。平野はソロアーキストとしての道を進み、アメリカでの活動を視野に入れています。一方、神宮寺は舞台俳優としての可能性を追求し、プロデューサーとしての才能も発揮することが期待されています。 彼らの新たな挑戦には多くの期待が寄せられ、ファンは彼らの成長と成功を心待ちにしています。平野と神宮寺がそれぞれの道で輝きを放つ日が訪れることを願っています。平野潮と神宮寺ゆうが飛べで新たなステージに挑戦することが発表され、彼らのファンは大いに喜んでいます。 彼らの個々の才能と情熱が集約されたこの新たなチャプターは、彼らのキャリアにおける重要な節目となるでしょう。平野のソロアーキストとしての活動とアメリカでの夢、人流児の舞台俳優としての可能性とプロデューサーとしての才能が結実する日を待ち望んでいます。彼らの成功に対する期待と応援は永遠に続くでしょう。